はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。ラストオブアスパート5やっていきたいと思います。はい、前回はですね、ファイアーフライのリーダーであるマーリンさんから交渉としてね、武器を倍にしてあげる代わりにエイリーさんという少女をファイアーフライの本拠地まで運べと言われました。はい。だが、しかし、そのエリーさんは感染者であることが分かりましたね。途中で軍人に捕まっちゃったんですが、はい、そこで感染者であることが分かりました。だけども、なんと、噛まれたのが3週間前だと言っております。はい。結構、食べられてじゃね、噛まれて2日で、変異するはずなのに、3週間も持っていると。はい、これはかなり、有力な、その、感染者にね、感染しないワクチンとか薬ができるための重要な人物であるかもしれないっていうことが分かりましたね。はい、ということで、軍人から逃げてきて、まあ、ダメージいっぱい受けちゃったんですが、はい。で、回復もないんですが、やっていきたいと思います。はい、では進めていきましょう。様子はどう？ここは通れそうだ。前回ここで終わったんですね。はい、では進んでいきましょう。チャーリー軍隊、報告しろ。チクショー、いるな。ここにも嫌がる。標的は逃亡中だと。追跡を中断してセッター11に戻れ。見つかってないはずだ。見つかってはない。チャーリー軍隊、電気は隠れてる。電気はつけないで。よいしょ。見つかりたくはないですね。弾がない。体力もない。さあ、隠れていけるか。なんかないですか？よし。何かありませんか？あ、あったあったあった。アイテムですね。安全なの？いいえ、近くに。まだいます。さあ息を整えて、ちょっと休んでいた方がいいよ。ジョエル、使えるものはないの？椅子がくるくる、すげえ椅子くるくる回ってる。あ、見えないか。すげえすげえすげえ。お、これは何か？ない、何もない。弾薬ぐらいね、あってもいいですよね。回復とかね、勇気とか。弾でしたね。あー、弾だけ。まあとりあえず、うん、いいでしょう。回復薬が欲しかったところですが、まあ、進んでいきます。テス、このパイプを通るぞ。ここなら取れそうだ。行きましょう。近くにいなさい。危ないよ。おっと、待て待て。いるね、いるね。お、急げ。引くみたいですね。よし、オッケー。さあ下水を抜けて、さあ逃げ切ったと思ったらとか、ね、よし、行ったら行きましたね。詳しく話して、あなたをファイアフライに届けたとして、それから、うん、そうですよ、そうですよ。マーリンが、はい、言ってた。隔離地域の研究所で医者たちが治療法を探してる。うん、でしょうね。よく聞くホラ話だ。で、ワクチン開発の鍵となるのが私なんだって。うん、でしょうね。そう聞いたの。ああ、そうだろうとも。何なの？好きでこうなったんじゃない。こっちもだ、先生。付き合う必要はない。本当なら。信じるのか。可能性はある。ここまで来たのよ。最後までやりましょう。
外に何がいるか分かってるのか。分かってる。乗り気じゃないですね。こっちよ。ダウンタウンを抜ければ夜明け前に議事堂に着ける。はい、だといいな。だといいなってフラグ立てないでください。はい、では進んでいきましょうか。議事堂まで歩き。どのくらい、夜明けまでって今何時なんでしょうね。かなり遠いのか。あー、雨が、嵐ですね。高層ビルって近くで見るとすごいね。なのっきな、めちゃくちゃ高い。なのっきなこと言ってる場合じゃないかもよ。隔離地域の周辺を軍が爆撃したの。反省者を一度するために。わ、ねえ、今のは何の音？聞いたか。ええ、でもかなり遠くよ。あー、でもいそうですよ。大丈夫、今は、ね、行きなさい。今はね。何でしょう。もう、うわ、これは高いね。エリさん、ほら、議事堂が見える。あそこか。迂回しなきゃダメね。結構近いね。ここはダウンタウン。昔はね、今は巨大な廃墟。すごいですね。草があんなとこまで生えてる、すごいね。10メーターくらい、すごいな。よし、迂回ってことはこっちか。ぐるっと回っていきましょうか。こっちだ、うん、このビルの中通るんですかね。おお、雨がすごい。すごい、ちょいちょい。今行く。ネズミでした。うわ、怖いな。何かいますか。誰もいないですか。お、服の中には何もない。何もないのか。入っていきます。うわ、引き裂かれてるわね。いるな。まだ暖かい。ああ、多分ね。さっさと離れましょう。離れる？離れるってことはまた生き返るってこと。アイテムゲットです。もうアイテムゲットしたとしてどこで使うのか。ああ、いる。よいしょ、ブレーションロー。ふん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 。ああ。ふんふんふん。命令とかそういう感じですか。応援を待ってる間にやられたみたいだ。いるなあ、それじゃあ。ああ、やだ。ちくしょう。クリッカーだ。クリッカー。うわ。あの顔どうしたの。感染が進むとああなる。それで目は見えないの。こいつはね、音を使って見るの。そういう、クリック音が聞こえる。見つかる前に。クリッカーっている。ちょ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 。ビル全体が崩れそうな感じだ。そんな時に入ってきちゃった感じですか。薬、サプリメントでジェルを強化できる。気をつけろ。ジョエルね。ジョエルさんの名前もしっかり覚えなきゃ。やばいな、崩れてきたぞ。すごいよ、ちょっと待て待て。アイテムがいっぱい落ちてるんですけど、回復アイテムはない。開かないのかい。手を貸してくれ。ふっ、嫌だな。アイテムマーク出てきたからな、嫌だな。さあ来い。お
ちょい、この子は、この人が。すまん。大丈夫？大丈夫だ。大丈夫だ。探索しましょう。あ、四国で拘束する？なんだ、拘束できるんだ。もう、どこでやるのかと思った。なるほど、ナイフとかもできるんですね。あ、この薬で自分のレベルを上げることができると。なるほど。で、工作はこっちでできると。へえ。じゃあナイフ1個作っていきましょうか。結構長しかった。カチャーン、完成。もう1個あるから作っちゃおうかな。あ、まだできる。じゃあ作っちゃおうかな。あれ、できない。もうないのか。おー、すごい。工作する。ほんとサバイバルですね。アイテムを取って、その場で作ると。ただし、時間もかかると。ロック。ロックあります。ほら、手当てして。お、マジで？助かる。あー、ありがとうございます。あれ？どこ？どこに投げました？え？どこに投げました？あ、できるんだ。よし。塗りタイム。すごいゴーゴーいってる。落ちるんじゃないか。もうよし、こっち行こう。ナイフでこじ開ける。1個使っちゃう。ガチャ。ああ、鍵代わりにも使えるんですね、ナイフ。あ、出た。回復アイテムだ。お、いっぱいあるね、大学も。やったやった。よし。レベルアップはまだできそうにないですよね。これは、あ、ナイフか。使った後か。すごいな。ナイフ使った後も残るんだ。すげえ。いるな。さっさと出よう。さっさと出ましょう。まあ、いったら。うわ、わお。テス、上に上がって見てくれ。オッケー。大丈夫。さあ、おいで。よし、お前も上がれ。何？ほら。なんだ。コントローラーがカタカタ音しただけなんだ。オッケー。次はジョエル。あ、何もない何もないんかい。よいしょ。おいよ、来て。よっと。よし、よし。くそ、いけいけいけ。また来た。音さえ出さないといけない。コウモリって言ってたから反響する音。あ、行きましたね。そこにいますね。当てらんねえのか。当たれ。どうしましょうね。攻撃したいな。暗い。暗い。よし、移動してきたな。そしたらそっちにやればいいのか。ほら、足場に出られる。もうないか。お、早く。ピンもある。じゃあそっち。よし、俺はもうあんなヘマはしないぞ。壁とか本棚にぶつけたりする。
今はもうしないぞよし、オッケー。もう安心ね。お、エリ、大丈夫？漏らしちゃった以外は大丈夫。行きましょう。あれ、ここから抜けていいのか。よいしょ。待ってろよ。ん？よいしょ。よし、通ってくれ。さあ、急いで。やった。すごいな、本当にサバイバルだよ。どうしてこんなとこ取んなきゃいけないの。階段は下がってる。戻った方がいい。外から。ああ、仕方ないわね。うわ、いい、下は見ちゃダメ。ちょっとマジ。行け、ほら、早く行ってみようぞ。おはよう、おはよう。よいしょ。足場すごい悪いですね。ついてくれ。はい、うん、下は見ない、下は見ない、大丈夫、下は見ない、下は見ない、絶対下は見ないうわ、すげえ、怖っ。ほいほいほい、参った、参ったね。上を見ようか。よいしょ、 OK。よし、誰もいないな。何かあるかな。おっ、木の棒。これで、あ、武器になるかなと思ってたんですけど。あれ、あ、リボルバー。ちょっと待って、そういうのもあるんですね。武器いっぱいだ。武器の変更、ホルスターを使えば銃を複数持って瞬時に入れ替えることができる。武器を選択して、バツを長押しして武器を選択することができる。使いたい武器が決まったら、バツを離して、決定する。なるほど。ほう。ほい。ほい、ほい、ほいと。なるほどね。こっちでいいでしょう。まだ弾、こっちの方がいっぱいあるので。でもって、さっきのはランナーよ。ランナー、俺が様子を見てくれ。その子を頼む。ちょっと待って、木のやつは どうやって出せばいいんだ、うん、あ、なるほど、四角で攻撃がすごいな。ランナーってどんな感じのでしょうかねパイプがあるな、交換。よし、こんにちは。ほら、あら、よいしょ、よいしょ、はい、よいしょ、はい、オッケー。また来る？パイプで行きますよ。こっちから来た。お、来て来て来て。はい、よい、よいしょ。お腹、頭、そしてとどめに、膝蹴り。ランナー、走るね、走るね。ランナーって言われるよ。クリックだからささ。後ろからクリッカーはないよね。後ろからクリッカーはないよね。どうしてそうなった。うわー、はい、頭、お腹、頭、頭、走っていけばいいのかな、これ。頭、よし、はい、ドン、はい、ドン、痛い痛い痛い。その一斉に来ないで、とどめ、一斉に来るわ。ちょ、痛いって、この、ちょ、邪魔すんな、ほら。はい、はい、クリッカーがいる。あー、ダメだ、クリッカー一発で。クリッカー一発だな。殴ればいいのか。これで近づこう。見つかるとダメ。よし、これの方がいい。クリッカーにバレない方がいい。でも絶対バレるな。いるいる、めっちゃいる。後ろにはいないよね。
リッカーどっから出てきてんの？あれか、ジョブチェットいいんじゃない？あっす、あだっす、疲れ、ほら痛い、あった、また邪魔だ、どけ、だからクリッカー、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、クリッカーさん、ヘッドショットした方が早いな。もうここをこいつをまずさよなら、そしてからのすぐそこにクリッカーさんいるから、よし行くぞ、よっしゃ、ダメだ、オッケー、うわー死なない、アクサ、アクサ、逃げるぞ、クリッカーを殴る、よいしょ、逃げる、クソクリッカーを倒した、来るな、痛い、よいしょ、はい、よいしょ、はい、ドーン、オッケー、まだ来るか、まだ来るんなら相手してやるぞ、あら、よいしょ、キノコ、俺のキノコ、よいしょ、はい、よし、降りてこい、オッケー、全滅が狙いだったみたいな、クリッカー強かった、やるわね、ジョエル、いや、3回以上死ぬ、なんか出てますけど、はい、消えてますね、はい、消えてますよ、いや、マジでクリッカーさん強すぎでしょ、よいしょ、一発しか、やった標的ですね、捕まったら終わり、テス、行け、待ってて、マジの、あ、滑るんだ、よし、あー、なるほど、よし、あった、飛び越えて、はあ、よし、オッケー、あー、疲れた、あれ、大丈夫でしょ、そうだな、そうだな、次は、ああ、行くか、ここを通れる、あ、こっちから降りれます、気をつけろ、はい、こっちかな、こっちですね、ああ、また出てきそうで怖い、もういないよね、はい、ここから戻ったらしばらく休まない、賛成です、お前が休む、ゆっくりしたいっていつも言ってたじゃないいつも無視されるけどな、今度は無視しない、そうだといいけどな、あれ、どっから行くんだ、これどこから行くんでしょう、ん、わかんないぞ、あ、こっちか、ここか、え、こっちでいいんですよね、あれ、こっち来た道、あれ、こっち来た道じゃないですね、ここだ、ここ通れるんだ、なんか崩れそうですけど大丈夫かな、あらららよそ見してたら落ちるところだ、こっちだ、すごい入れ組んでる、よし、何か作れないですかね、まだレベルアップはできそうにないですね、あ、回復薬はできます、じゃあ1個作っちゃいます、よいしょ、
まあ、というところでお時間ですね。はい、崩れたビルの中やってきまして、進んでいきまして、強敵のクイッカーさんね。いやーもうランナーは別にいいんですよ。まあああいう感じでね、まとまってね、集団で襲いかかってくるような感じなのは、まあまだいいんですよ。走って逃げればいいから。クリッカーさんですよ、当たったら死ぬっていうね。当たったら死ぬのどうにかしてほしいですね。はい、ということで、パート5ですね、これで終わりにしたいと思います。はい、もうちょっとしたら議事堂でしたっけまで着くんじゃないでしょうか。はい、頑張って歩いていきたいと思います。まずここのビルを抜けなきゃいけないですね。はい、ということで、これで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さようなら。